g a 1 9 a はゼネラルエレクトリック社が開発した 12.7mm 口径のガトリング式重機関銃、ジ G クル50とも呼ばれる。極めて大重量であるので、通常は車両、艦船、または航空機に搭載されて運用される。g a 1 9 a は元来ミニガンとして有名な M134 の大口径化モデルとして開発された。 開発当初は M134 と同様に6重心であったが、後に3重心として軽量化したものが主流となった。アメリカ軍において GAU-19、A は O-58D 会はウォーリア、偵察ヘリコプターに搭載されたほか、新型のティルトローター機である V-22 オスプレイの固定武装としても採用された。また、コロンビア海軍でも、 MD-902 に搭載されて、麻薬取り締り任務に投入されている。日本の海上保安庁でも、かが、雪型巡視艇の平成18年度建造艇より、RFS により統制される、遠隔操作マウントと組み合わされて採用された。従来使用されてきた、低発射速度で、人力操作のブローニング M20 機関銃よりも、強力かつ精密な火力を提供できる。なお、 ここで使用される遠隔操作マウントと RFS 射撃式装置は M61 バルカンとともに九州南西海域工作船事件で使用されて有名になったものに準じたものである。また、ハンビーに搭載されて地上を運用できるようにしたモデルも開発されているが、これは死体地射撃を目的としていることから発射速度は毎分1000発ないし2000発に低減されている。 2012年に重量を削減したイナス1 9 b が開発された。アンチャーテッド黄金刀と消えた、戦乱効果力だが重く、移動速度が落ちるほか、初段発射までタイムラグがあるため、隙が大きい。背中には背負えないため、他の武器に切り替えるとその場に投げ捨てることになる。また、持ったままエリア移動はできない。グランドセフトオートシリーズ、GTA。 LCS、ミニガンの名称でキャリングハンドルを取り付け、手持ちが可能なように改造したものが登場する。GTA、VCS、GTA、LCS 同様に、ミニガンの名称で、手持ち型が登場する。GTA、O2017 年8月1日に追加された車両、インサージェントトラックカスタムの武装として、50口径ミニガンという名称で登場する。 Call of Duty シリーズ COD-BOW に2025年にデスマシーンの名称で近代化改修されたものが登場する。COD-BOW3 デスマシーンの名称で近代化改修を施したものが登場する。COD-GAU-3A O、ガウ A、の名称で AST の腕に装備されているほか、XMG の名称で両腕に装備するタイプも登場する。 キャンペーンとマルチで電車速度が違う。ありがとうございます。